ははいいこんにちは、えー、熱帯植物栽培の杉山ですすどうぞよろししくお願いしますさあ今植物めちゃめちゃ育ってますガンガン育ってます湿度高くなってきて温度高くなってめちゃめちゃ育ってきた場所がなくなってきたっていう方必見です僕らはなぜ植物を育てているかっていうことを考えていくと厳しい冬を乗り越えるために植物を育ててるんじゃないかそういうふうに考えることもできると思うんですよだからこそ 今やるべきいや僕はこういういやり方もあるおこれはね大きくしたい人は僕今からのやり方は全然必要ないですだけどギュッと寒い冬を乗り越えるためにもしくはギュっとあの場所がない,っていうそういう人のために、えー、今回やるコンテンツこちら葉っっぱ切っちゃおうか <laughs> どういうことどういうことどういうことってなったでしょ まずはねもう見ていただいたらわかるかなこうやってさ今ね今までこの春このぐらいだった葉っぱがギュ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 って伸びてきたよね。で生育している。 一気に生育してるよね。伸びてきて。で、こういう風になってくると、もちろんかっこいいし、わーってなるけど、場所もどんどんなくなっていくよね。で、えっ、ー、と、葉っぱがどん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 大きくなっていくこと、ね、登っていったり、ツルが出ていく、形が崩れてくる。じゃあ、こういったものを強制的に葉っぱを切ってしまう。切ってしまって、植物を ギュッと小さくさせてあげようかって。そういうことをちょっと説明したいと思います。どういうことかっていうと、葉っぱが1枚あって、2枚あって、3枚あってって、葉っぱがだんだん大きくなってってるのわかるね。これちょっと小さくなっちゃったんだけど、だんだん大きくなってるのわかるよね。要はどういうことかっていうと、植物っていうのは生育して環境があれば、だんだんと葉っぱは大きくなります。大きくなっていくるね。で、 このまま大きくさせたい人はそのままね、伸ばしていったりやればいいんだけど、いや、もう限界ですっていう人がいたら、マイルールを作って切っていく。で、切るストレスを与えてあげるっていうのを今回説明していきたいと思います。まずこれいくよ。これ切っちゃう。はい、切っちゃう。ええつって。はい、切っちゃう。まあ、アロイド盆栽風にはなったよね。こうすることで何が起こるかっていうと、1、2、3とこう大きくなっていったのが、また、 1.5とか1ぐらいにリセットされるんですよ葉っぱが要は光合成の量が減るからねそういうストレスが出ると傭兵が短くなって葉っぱも小さくギュッとなりますでも葉っぱのサイズっていうのは基本的には大きくなってるけど細胞数同じだったりするからギュッと小さくなるんだよねこうやって123葉っぱを3枚ルールにして残す1枚ルールにして残すっていうふうなやり方をするとギュッと引き締まってで硬くなるんだよね 要は、今、これで何が起こったかっていうと、株元に風が当たるようになる。そして光が当たるようになると、ここはストレス、さっきよりもかかるよね。そうすると、ぎーっとやっぱり硬く、木質化しやすくなってくる場合があります。なので、あの、風通しを良くしてあげたりだとかすることで、ストレスがかかることによって、ここの石棺が短くなったり、葉っぱが小さくなったりするから、冬に耐えれるっていう、そういうやり方です。で、例えば、 えっと、例えばこういったね、大きくなってる。ね、こんなにすんでこんな大きくなっちゃったってって、いやー、まあでも、このままでもいいんだけど、もっと小さくしたいって言って、葉っぱをスカンと、サクン。 サクンって、えーっ,つって、こんだけにしちゃったっす。でも、よくよく考えて、光は株元にしっかり当たるよね。ここから小さく凝縮した可愛いのが作れてくるんだ。で、これ今切り方を株元で切らなかった。これね、そのうち黄色くなってこれがポロッポロッポロっと取れます。フィロデンドロの場合は。はい、こんな感じで、あの、切ってあげるっていうのは、植物にとっては、うん、とストレスはかかります。も、もちろん、もともとね、あのー、葉っぱがな、わさわさってなってた方がいいんだけど、あ あまりにも葉っぱが多すぎるとさすがにさ湿度も高くなっていいんだけど今度、徒長しだすんだでその徒長を防止するっていうためもあるやっぱり制限された場所の中でうまく管理していくにはこういう葉っぱの制限をしなきゃいけないでこういった切った葉っぱ何にすればいいかって、まあ、カビに刺しといてカビに刺しといてでそれだけであの例えばフィロデンドリアン,アンスルームだったら下手すれば2ヶ月3ヶ月もつんだよでカビに刺してうわ綺麗だなっつって葉っぱ綺麗だなっつって楽しむのも1つあっていいでこうやってディフェンバキア こういったものねわさわさになっちゃうね、わさわさになっちゃう。だったら、これもわさわさになって、徒長してくる、それもいいんだけども、僕はこうやって葉っぱをどんどんどどんん今から取っていくね。今このののわわわわささささ見たよね ね、あの葉っぱをどんどん,どん,どん取ってでディフェンの場合は、ね、あのちょっと、ね、あのかぶれる人がいるからあのそこはちょっと気をつけてほしいんだけど僕は、ね、特殊な訓練をしているから、ね、あの基本的にはあのかぶれないから大丈夫だけどこうやって、ね、葉っぱをどんどん取っていくんですよ、そうすると株元にやっぱり光がすぐあの当たるようになるんですよ、でそうしたら植物も、ね、生き生きしてくるんですよ。やっぱり株元に光が当たらないと やっぱりあの病気になったり蒸れたり、徒長の原因になったりする、ね、こうやって葉っぱを自分、マイルールでいいから、マイルールでこのように取っていく、だから例えば、これだったら3枚、上は3枚しか残さないよ、2枚か3枚しか残さないよっていうルールを決めてあげて、こういう風に切ってあげる、ね、上の葉っぱもこうやって取ってあげる、いや、それちょっとかわいそうじゃんって思うかもしれないけど、厳しい環境に耐え抜くために、今から筋トレをしてる。 そういうふうに考えてほしいそういうふうに考えたらさあ、なるほどなって思うでしょねなるほどなって思ってくれればこれそれッ OK なんだからこうやってよし、はい、取りましたこのぐらい取りましたそしたらどうあれこれはこれですっきりしたけどあ俺の髪を切ってすっきりしてるけどこれはこれでありじゃないで、そこからまた葉っぱがね出てきたらまた切ってあげてで凝縮させてで、硬いものにしてあげる要は石棺が長いと柔らかいよね。例えば あの、要は大きくしていくっていう考え方、風船で例えると一番わかりやすいと思う。細胞は同じだよね。だから小さく膨らましたものっていうのは肉厚だよね。 でもそれがふうって大きくしたらそこって薄くなっちゃうじゃん細胞数が同じであれば大きく膨らんだ方が薄いってわかるよね薄いものはやはり環境の変化に弱くなったりするんですよで今はいいよでも僕らもう3か月4か月後にはもう寒くなってくるからその寒くなってくるときに熱いものと薄いものどっちが耐えれるかなって聞いたらさ熱い方だよねだからそういう考え方を今からしとくと ね、あのこうやってストレスをかけてあげるでぎゅっと凝縮した生育ちょっと遅くなるかもしれないでもこういうやり方も1つだよっていうことを言ってますでペペロミアとかねあのこういったのもやっぱり吸いてあげるってちょっとすいてあげてす、あのー、いてあげるだけでもすごくいい。だけど 申し訳ないけど今ね、あのー、ちょっとね、あのー、こうやって葉っぱをすいてあげたってでこれだけでもいいんだけどこれで植え替えたいって人いたら、あのー、根っこあったかい時に植え替えていいのは根っこが強い植物だけだからそれはねえっ、ー、とアンスリウムだったりフィロデンドロンモンステラ、えー、ディフェンバキアも大丈夫根っこが太いからねそういったら大丈夫なんだけどあのフ,ィあフィカスも大丈夫だよこういったね根の細い例えば えー、フィットニアだったり、えー、ペペロミアだったりあとはねあのピレアああいった根の細い細かいものは植え替えちゃうとちょっと根のダメージが大きすぎるそれは秋まで待っとくか、うん、そんな感じで。 葉っぱをすいてあげることによって植物ギュッとするよね。だから今から冬のためにえ何ができるかっていうのを考えて、今から考えていくとしっかりした植物になるし、あのー、自分なりのその、なんか場所がない人はさ、やっぱり植物が葉っぱがでかくなって切れませんっていう人たちすごい多いの。でも切る勇気、大事です。見て。 こんなにすっきりしたよ。うん。こんなにすっきりした。やっぱりすっきりするとさ、あ、新たに、あ、これもこれでいいなってなるでしょ。うん。あ、こういう、こういう考え方もありだなって思うでしょ。だからそうやって自分なりに植物を楽しんでてください。あの、大きくしたい人は別に切る必要はない。でも、あの、引き締めたいだとかっていう人は切っていいです。はい。ぜひこういうふうに葉っぱを切っていただいて代謝を抑えてあげて、植物の葉っぱをちょっと小さくしてあげる。ね。根っこの量が同じだからね。要はあの 大きくなろうとした根があるのに葉っぱが切られることによって小さくなるんだよで強制的にねだからそこに力は押し出しの力は一緒なのに、えー、葉っぱが小さくなるそれは葉っぱが切られた強制的に「あーっ,てって」<laughs> ってなると肉厚のガッチリとした株になったりするから是非そういう風な感じで楽しんでください。はいあのー このやり方が正しいわけではないけど、こういうやり方も一つあるよねっていうことを言いたくて今回やら,やらさせていただきました。ちょっとね、びっくりした方もいると思うんですけど、まあ、ぜひ楽しんでみてください。やってみるとわかるよ。<laughs> <laughs> はい、そんな感じで今日はこの辺で失礼します。えー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。わーお。手が汚い。<laughs>